皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これやってみました。長い前髪のスタイリング方法とアレンジ方法、2パターンやってみました。もうこれから花粉の季節、まあ、これからじゃないですね、もう今花粉がめちゃくちゃ飛んでるから思うんですけど、まあ、その時にこう前髪ってすごい邪魔で痒くなったりするなっていう方すごい多いかなと思うので、まあ、この方法だとこう前髪をしっかり作って、まあ、おでこがそんなに見えない感じになるので抵抗がなくスタイリングできる方法とアレンジできる方法になってますので、かなり今から出番が多くなるアレンジになってますので、ぜひよかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずリレイのラップミストをつけていきます。軽く締めるぐらいに少しだけつけていきます。口でしっかりと溶かします。ちょっと分け目を隠すような感じで溶かしてあげるとベストです。次に分ける位置を決めます。だいたいまあ横分けにしたいので、まあ目の上ぐらいで、七三ぐらいで分けていきます。流す方の、こっちに向かってちょっと流すんですけど、のサイドの髪の毛ですね、の表面の部分を取り分けて、ダカールで留めておきます。で、そこの耳、上ですね。だいたい耳上の部分の毛束を少しだけ取り分けて、先ほどの前髪ですね。この分け取った前髪と一緒に合わせてまとめていきます。まとめた時に前髪をサイド寄りにしっかり持ってくるのがポイントです。そこでゴムですね。ゴムで結んでいきます。で、なるべく根元の方で結んであげるとベストかなと思います。あまりこう毛先の方だとちょっとゴムが見えてしまうので、少し根元寄りですね。このあたりぐらいで結んでおきます。前髪部分をちょっとこう下に広げて形を整えていきます。その時しっかりゴムを持ちながらやると崩れにくいので、しっかりと持ちながら形を調節してください。最後にダッカールを外して、ゴムが見えないようにしっかりと整えたら、完成です。前髪を横に持っていきます。サイドの髪の毛を、まあ大体真ん中ぐらいですね、を毛束を少し広げますね。こうやって空洞を作ります。で、サイドの髪の毛をその空洞に、まあ、簡単でいいので上から通していきます。で、毛先を後ろのポニーテールのところに持ってきたら、アクセサリーのゴムで上から結んでいきます。後ろのこの毛束を押さえながら前髪を下に向かって広げて形を整えていきます。この時結構慎重にしないと結構崩れてしまって、一番最初からやり直しになるパターンもありますので、慎重に少しずつバランスを見ながらやっていってください。最後に上からもう一度ラップミストを少しだけかけて、毛羽立ちを押さえたら、こんな感じで完成です。